みなさんこんにちは、トリピです。ということで、今回ですね、まあ、僕のチャンネル史上一番ヤバいんじゃないかなっていうようなオリパを購入してきました。それがこちらです。ミュウツー争奪オリパ。これ全100口なんだけど、当たり枠はですね、ミュウツーの HR です。さすがに震えるわ。まあそれがね、入ってる可能性がありますと、一口1万円もするね、オリパはね、9パック買ってきたんで、まあ、9万円分だね。まあ、最近登録者もね、おかげさまで10万人いったり、11万人いったりとね、結構めでたいことが続きましたんで、まあ、それのね、まあ、自分へのご褒美みたいな感じで、購入しました。まあ、9万というなんか中途半端な金額ではあるんですけれども、まあ、ミュウツーHRだったら、多分今ね、相場多分70万円くらいするからね。それ当たったらさすがに神回でしょ。それで、その他の当たりも、かなりヤバくてですね、リーニエの SR のプロモが入ってる可能性もありますと。じゃんけんやったらもらえたやつだね。あとは、リーニエの SR、あとは、リザードン GX の HR。もここら辺もね、最近めちゃくちゃ値上がってるからね、多分5万くらいするよね。で、リザードン GX の SSR。これウルトラシャイニーのやつです。でもって、ポケモン入れ替えのウルトラレア2枚セット。いや、これ正直ね、めちゃくちゃ欲しい。1枚持ってないから、もう買えないからね。多分2枚で5万ぐらいします。で、ボスの指令の SR3 枚セット、マリーの SR3 枚セット。まあ、ここら辺普通に嬉しいよね。で、アセロラ SR のプロモ。はいはいはい。もう、ここら辺来たら僕多分狂気乱舞します。で、アセロラ SR。はい。俺も結局アセロラとかはね、1枚持ってないんで、まあ、もしかしたら、ね、そこら辺が当たる可能性もあると。で、あとは、小当たりとしては、まあ、合計相場が1万1000円。まあ、ちょっと、1パック1万円だから、まあ、ちょっとだけ返ってくるぐらいの当たり。で、他の残りは、通常封入内容は、合計の相場が2000円から9000円程度、みたいな感じになってると。まあ、だから、まあ、2000円程度のカードが出てきたら、まあ、もう1パックでマイナス8000円ぐらいになるような、そんな感じの、オリパでございます。あと、どうやらね、隠し当たりあるらしい。引き換え券に商品名が記載されてるので、当選されたら連絡くださいみたいな感じのことを書いているわ。はい、ということで、早速ね、ミュウツーソナスオリパーやっていきましょう。それじゃあ見ていきます。いやーマジで本当に今アドレナリンめちゃくちゃ出るような気がする。あ、入ってる入ってる。あ、待って、なんかノリ付け結構丁寧にされてるわ。よいしょよいしょ。あ、ちゃんとスリーに、あ、そうだ、あとなんかあれだね、サイトには、こう、今これネットリパー、オリパキングなんかなんかで買ったんだけど、サイトにはね、1パック3枚みたいな感じで書いていたんで、見ていきたいと思います。せーの、おい、おー、プレシャスボール。なるほど、なるほど。プレシャスボールか。まあ、今だったらね、1000円ぐらいに値下がりしちゃったから、これ当たりわけじゃないのか。はい、ネストボール、ボール系、ボール系か。はい、おー、でもでもでも、回収レッター、これ嬉しいぞ。回収レッター、やただな。いや、貴重な1パックが、貴重な1パックがなくなってしまったやつか。でも、外れ枠でこの内容が来るっていうのは、なかなか怖いもんだね。それじゃあ、2パック目見ていきましょう。マジで当たり枠来てほしい。あと、今日はあれなんだよね。ちょっと背景をさ、これリスナーさんから差し入れでいただいた、めちゃくちゃ久しぶりに、このプレイマットにしてます。モルフォンとか、他にも、俺の、オリパ今まで開封してきた中の、まあ、ちょっとあまり喜ばなかった外れ分けが後ろで見てくれているっていう。はい、それじゃあ2パック目、2万円目いきたいと思います。せーの、えいっ、あー、ジャッジマンホイッスル、ジャッジマンホイッスル、これきつくないか。はい、あー、夏目のアンジュ、なるほど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 。じゃ、待って、でも逆に言ったらめちゃくちゃ安い、めちゃくちゃ安いってきてるから当たり分けの可能性ある。おお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 、なるほどなるほどなるほど。基本雷エネルギー、これはまあ負けてるけど負けてない、いや負けてるけど負けてない。テンション上がるわ、かっけえ。これはあれだね、基本雷エネルギー、ウルトラレアかなんて。今どうなんだろう、多分雷エネルギーとか値上がりしたら7000円とか8000円とかしそうだけどね。負けてはいるけど俺個人的にはすごい嬉しいぞ。持ってなかったような高額カードがやっぱ大量に来るね。やっぱあれかもしんない、絶対3枚は入ってるっぽいから、当たり枠の時はこんな感じでちょっと値段の安い SR 系が、SR とかウルトラレアが続いたら、まあ、ワンチャンあるみたいな感じに、考えていいのかな。はい、それじゃあ3万円部、3万円目やりたいと思います。せーの、ああ、祭りが可愛らしい、祭りが可愛らしい。まあまあここはね、
多分違う、ここは違う。祭りか、はい、おお、え、あ、山頂の HR、 え、そこそこ値段しそうだけど、1500円しそうだけどね、これ祭りが合わせて。次が HR、 これは外れ枠な気もするけど、なんだ、おお、でもでもでも、まあ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 、マリの HR、 マリの HR で、ね、喜んでない、開封なかなかねえよ。HR、 マリの HR か、いや HR より SR の方が嬉しかったんだけど、まあこれはでも、これはありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、かなりね、かなりそのいわゆる当たってない外れ枠でも、本当に、なんか合計相場さ、その2000円から9000円って書いてたからさ、2000円ぐらいがポンポンもう本当に来るかなって思ってたら、もう全然なんか4000円とか5000円とかする、まあ多分マリの HR は4500円ぐらいかな、するカードが入ってるから、それはまあありがたい。まあでも結構なマイナス、なんだかんだで結構なマイナスにはなってきたような気がする。はい、それじゃあ、いやマジで、さっき俺が冒頭でね喋った当たり枠は、まあリリエとかいろいろ言ってたじゃないですか、アセロラとかリザードンとか、ああいうのって、まあ、10合計10枚あったんですよ。で全100パックだから、10パック買ったら1枚ぐらいは入ってる確率になるわけですね。だからそれをとりあえず出さないといけない。まあ全部、まあ出ない可能性もあるけど、出なかったら俺は爆死。うわ、タイレーツ V、 タイレーツ V、 ここでまさかタイレーツ V を見ることになるなんて、なんかちょっと若干ピントが合ってないような気がするから、ちょっと一回次ピント直すか、この後に。はい、お、ミロカラス V、 最近のだね、これいいんじゃない、両方とも。まあ正直そんなに値段はついてないカードってことは、これ来たっしょ。はい、わー、なるほどなるほど、不思議な飴、あ、でもこれめちゃくちゃ嬉しい。この不思議な飴は、まあレギュレーションが A でね、まあ1回落ちてるんだけど、またねソード&シールドとかでもね出てきたんで、まだ使えるという現役のカードでございます。まあこれからもずっと現役だろうね。それじゃあ1234、もう半分半分じゃねえ、半分通り過ぎてね、10パックあるわけじゃないんだ、9パックしかねえんだ。1枚でも当たりが来たらな。はい、うわー、これも来たっしょ。 N の覚悟、 N の覚悟来たよ。これはまあ SR でいうところの外れ枠ですけれども、いきます。さあいきます。はい、あ、ニーフィアの SSR、 これどうなんだ、これどうなんだ、ちょっとここで、ちょっとここでそこそこの値段するカード来ちゃった。はい、おー、なるほど、え、普通に嬉しい。ミュウミュウのウルトラレイ初めてだ俺、かっこいい。これがな、これがな、レシリサのウルトラレイとかだったらな、さらにな、いやでも、いやでもこれはいいでしょう。え、かなりいい方じゃない。ミュウツー&ミュージー X のウルトラレアが当たりました。ありがとうございます、ありがとうございます。ミュウツー HR 来よ、70番の来てくれー、マジで本当にお願い、お願い、うわ、ネズの HR そこそこ値段する、これはまあ嬉しい嬉しい。ただ俺ね、やっぱね、1枚目と2枚目ね、値段つかないカードの方がさ、後半1枚が高いって可能性あると思うんだよね。これ刻んでくるよね多分。ネズ、おお、モクロ、あ、これもいいんだよね。モクロも、かなりレアですね。これはなんか、ムンクの叫びかなんかのコラボのやつで。はい。で、最後が、よいしょ、あー、ブルーの探索、なるほど。これはなんか、ちょっと持ってるらへんの3枚が当たるみたいな感じの外れ枠だね。まあ、外れ枠じゃないけど、いやでも、すごい。なんか、ミュウツー HR とかはさ、目玉にしてるさ、オリパー全100口だよ。そんなに、あの、口の数もまあ、多くないのに、なんか、外れ枠の、返ってくるリターンの割合は、そこそこあるね、これ。10パック買ったら1枚はね、あの、さっき最初に言ったリストが入ってるはずなんだ。お願い、おぉ、なるほど。メガヤミナミ&バンギラス GX の、はい、SR ですね。あ、イラスト違いバージョンだね、これは。からの、いや、これはいいんじゃない、おー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 、ツールスクラッパー、1000円ぐらいかな、ツールスクラッパーが来て、ってことはどうだろう、これどうだろう、いや500円ぐらいの SR が2枚だったらね、ワンチャンあたりあったかもしれないけど、いきます。なんか来る、はっ、おー、エリカのおてらしの SR か、いやまあ嬉しい嬉しい、いや可愛らしいですね、可愛らしい、やばいね、えやばい、下から見よ、下から見よ、でもここであがくわ俺、あがくあがく、まずい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 、いやー、
いや100でしょ、100分の10当たり枠があって9パック買ってんだったら当たっていいんだよ、全然。確率的には、確率的には全然当たっていいんだよ。ミュウツー HR は確かに10分の1ぐらいだから少な、おっと来たんじゃん。メルメタル GX の SR はそんな高くないはず。来たよ、弱いやつ。よし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 、サダイジャムイロ SR、 これはこれ、いや来る来る来る、ミュウツー HR、 ミュウツー HR、 ミュウツー HR、 ミュウツー HR、うわあ、そこか。そこか。2枚目です。はい、いやでもアドだね。3万円ぐらいするかな今リザード、もうちょっとするかな、3万円ぐらいかな今の。あの俺が冒頭で言ったあの当たり枠の中だったら一番の外れ枠が、入っていました。これは悲しい。これは、いやまあでも、いやでもダイバードだねこれは。いやこれは嬉しい。今リザードン GX はね、もうリザードン系はね、ポケモンカードなんかアホみたいになんかこのレギュレーションが落ちたカードでも値上がるカードは、人気なカードは値上がってるんで、いやー、まあ持ってんだよな、持ってんだよな。これが3万ってやばいよね。はい、ということで、ラスト、キーパック。いや、ここで来よう。確率を超えよう。確率を俺は超える。骨ゲーだ。三つ打ちができて。家宝にする。家宝にします。いきます。せーの。まずは、あの、SR 系のなんか安いやつ。ハプーンは俺は普通に嬉しいけど、これは値段は安いぞ。来たんちゃ。おぉー、ドサイドン V。 お前は安いってことは、これ本当に来たんじゃん。金枠、あの、レアリティでマウント取れる。はいはい。うわー、せめてアセロラの SR が欲しかったな。はい、ということで、今回の、ミュウツー争奪オリパー、9万円分の、開封結果になりますと、まあ、1パックから大体、まあ、低くても5000円とかぐらいは入ってたような気がするのは、なんか体感。5000円から8000ぐらい。ね、外れ枠も結構俺的にはすごい良かったんで、まあそういう意味では、まあマイナス、例えば1パックから2000、3000だとしたら、それが9パックでしょ？そしたら、まあマイナス3万ぐらいだとしたら、リザードンでこれで元取ってんじゃないの？どうだろう？元取ってるか。まあ負けたとしてもほとんど負けてないような、トントンぐらいだったような気がする。まあ正確なのはちょっとまだ、そことかわかんないんで、ちょっとわからないですけど、俺は個人的になんか今回は、まあ、なんか、大打撃は受けなかったかなっていうような、そんな感じの結果になりました。ただね、俺ね、本当になんかな、なんか、もしかしたら来るんじゃないかってやっぱ期待していたんだよね。結構お金出したから。で、まあ、ミュウツー争奪戦オリバで、俺は、ミュウツー&ミュウのね、まあ、ミュウツー争奪できたんで、ミュウツー争奪できたんで、まあこれ多分さっきね、調べたら相場7000円ぐらいでしたね。7000円ぐらいだったんで、まあそこそこ、いい感じなんじゃない。まあ個人的に、まあ嬉しかったのは、そうだね、この槍ユーティン、ここら辺はやっぱ使うんで、今後使う回収ネットとか、まあ、槍ユーティンとか、あと不思議な飴かな、不思議な飴、マリ。まあ、ここら辺はね、これからも現役で対戦動画とかではね、使っていくカードだと思うんで、まあ、ここら辺のレアリティ上げれたのは、かなり良かったかなって思います。あとは、まあ、個人的にこのね、基本雷エネルギーであるとかね、まあ、ツールスクラッパーも今後使うね、まあ、そんなにこれは当たりではないけど。はいはい。ということで、今回はこれぐらいで、動画終わりだと思います。まあ、トリッピーさんはね、一応当たり枠である、リザードンの SSR、ウルトラシャイニーに入ってるやつの SSR 当たったんでね、とりあえず満足です。まあ、確率は収束はした。はい、収束はしました。はい、ということで、ここまで動画見てくれてありがとうございました。またね、9月はですね、もう診断、ピカチュウのやつとかも発売しますんでね、まあ、それでもね、たくさん開封とかしたり対戦したり等々、これからもポケモンガード楽しみたいと思いますんで、何卒よろしくお願いいたします。お疲れ様です。ミュウツー HR惜しかったね。